はい、今回ご紹介させていただくのは兵庫県神戸市のビルダーさんですね。ピュアティウクレレさんによるこの小さなボディが魅力のですね、人気のモデルですね、ティコをご紹介させていただきます。今回制作いただいたこのティコはですね、胴体にハワイアンコア材を用いておりますね。ボディトップ、サイドバックと、ハワイアンコア短板で作っていただいてるんですが、こちらのボディトップとですね、ボディバックはワンピースですね。本当にこうブックマッチではなく1枚の板から作っていただいておりますね。まあこちら結構ボディのサイズがかなり小さめではありますので、ワンピースができるんじゃないかなとは思いますが、木目自体も非常に美しいものとなっておりますね。こちらヘッドの付き板にもですね、ハワイアンコア材を用いておりまして、こちらピュアティさんのリーフのマークがついておりますね。このヘッドの頭の部分もですね、こう特殊な形状となっておりますね。可愛らしい感じですね。搭載のペグは5等製の UPT を用いておりますね。精度の高いチューニングが可能ですね。で、ネックはアフリカンマホガニー材となっておりますね。ピュアティさんのネックはですね、独特な形状となっていて、このヒールの部分が結構厚めというか、まあ特殊な形状にしていただいておりますね。で、指板はローズウッド材で、ブリッジはエボニー材となっておりますね。指板上のポジションマークはですね、ちょうど7フレットのところに、おしゃれなのが入ってますね。白蝶貝でやっていただいておりますね。ロゼットはですね、アバロンと、緑色の、セルを巻いているので、こう見た目こうかなり緑色っぽい感じの外観になっておりますね。ピュアティウクレレさんはですね、この0フレットを採用しているので、かなりこう弾いてて気持ちいいというか、程よいテンション感もそうですし、ピッチの良さをですね、結構感じられる仕様にしていただいておりますね、はい。バインディングにはですね、べっ甲柄の、セルをですね、巻いていただいております。まあ、こちらのティコはですね、なんといっても本当に胴体の大きさがベビーサイズぐらいの小さいサイズ感ではありますので、本当にこう小ぶりで軽くて可愛らしいサイズ感のウクレレになっておりますね。こんな小さいウクレレにこういいハワイアンコア材を用いていただいておりますので、このサイズ感のウクレレとしてはかなり上質なものとなっておりますね。胴体が本当に小さめなので、一般的なソプラノサイズよりもこう跳ねる感じというか、可愛らしいサウンドっていうのをやっぱご堪能いただけますね。この小さなサイズのウクレレとしては考えられないぐらい結構音の伸びが良くて、やっぱハワイアンコアの短板なので、この跳ねる感じがすごいパーンと出ていく感じなのが分かりますね。一応こちらわずかにですがカットウェイの仕様にしていただいておりますので、ハイポジションの方も演奏しやすい仕様にしていただいておりますね。ピュアティウクレレさんのハワイアンコアのティコ、結構ティコのファン結構多いと思うので、これはちょっと欲しい人にはたまらないあのモデルなんじゃないかなと思いますね。この小さなボディから織りなす綺麗なサウンドと、なんといっても本当可愛らしいこのウクレレに仕上がっておりますので、このティコは本当にこのモデルにしかないやっぱ音っていうのがやっぱあるので、日本人の職人さんによるですね、極上なミニサイズのウクレレ、気になる方はですね、ぜひぜひご検討いただければと思います。